粉銅は金属の塊を円柱型などの形にしたもの。用途は次による。天秤で物の質量を測るために使う質量基準となる金属界。電子天秤構成用に使用される精密な構成粉銅から上皿天秤に付属する測定用の粉銅まである。粉銅の質量の基準はキログラム元気である。幕府及び有力大名が有事に備えて 金塊を小分けに直して貯蔵した物鎖窯と組み合わせるなどして武器とするもの。上皿天秤にも使われる。上皿天秤用の奮動理以下の実験で用いられる。上皿天秤の奮動は1 0 0ラムから5 0ムまでのものが多いが、上皿天秤の感度は0 1ム以下であり、1 0ラムの奮動もある。電子天秤は測定場所の重力により測定値が変化する。 重量ばかりである。地球の重力加速度は一般に地点による遠心力及び回転台の形状であることから高緯度ほど高くなり、また高度が高いほど地球の中心からの距離が遠くなり低くなる。このため正確な測定値を得るためには標準運動による構成が必要である。電子天秤の種類により構成運動を内蔵し自動構成機能のついた 物も,もあるが、ないものは手動による、構成操作が必要となる。規格がいくつかあり、通常は、イムル規格に従ったものとなる。質量は 1mg から 5000kg までの30段階。精度は、高い方から E1、E2、回1、回、e、2、M1、M1 から2、M2、M2 から3、M3 の9等級。回1級の奮闘の場合の最大許容誤差は、 一家のようになっている。一キログラム分道の等級別の最大許容重さは一家のようになっている。2013年、仮面遺跡から出土した気力岩などの石11個が日本最古の分道であるらしいことが判明した。重さが一番小さい石の2倍、4倍、8倍、16倍、32倍と綺麗に並んでいるため、重量から6個1セットと見られ、 元は2セットあったと推定されている。江戸時代に両外商が用いた後藤奮闘江戸時代の銀貨は、長銀及び豆板銀すなわち、氷涼銀貨であり、両外商において天秤で両目を測定してから通用価値が定められた。この時用いられた奮闘は、制度性で不正を防止する観点から長金を本職とする後藤四郎兵衛家の未制作が許され、 これ以外のものの制作及び使用は禁止された。そのため漢文5年の土量衡統一以来は9月まで200年以上に、渡って、借漢法の質量の単位である、寮及び門目は、禁止性が保たれている。この文道の形は、蚕の繭をかたどったものと言われている。江戸時代初期には、海外輸出までするようになった、幕末以降とは異なりきいとの需要は、国産では、 十分に賄えず莫大な量が輸入されており、貴重品とされた。また、両外商の看板も、奮闘を衣装としたもので銀行の地図記号として、今日に伝えられる。奮闘金レプリカ幕府が、有事に備えて備蓄した奮闘型の王法馬金と、金塊を小分けに言い直したもので商法馬金があり、王法馬金については、財政難のため、潰されて小判に鋳造され、 支出されたため、現存していない。商法馬金については、尾張徳川家が所蔵していたもの300個が、日露戦争前に、日本銀行に買い入れられ、現在、貨幣博物館が所蔵している。小石、日本最古の奮闘だった中日新聞なるほど、ランド、国内最古、弥生前期末の奮闘大阪、亀井遺跡、日経新聞、 h t t p w w w n i c e c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnastg07049x00c13a6cr %2013 年8月26日閲覧国内最古、石の奮闘大阪亀遺跡 YouTube 共同通信社。ありがとうございます